One.
入ってますかね、入ってますね、はい、はい、サルちゃんこんばんは。はい、今度世界のお箸とコラボしましょうね、はいということで、はい、ありがとうございます。ちょっと今日はニコニコ生放送さん初初見です。こんばんは。はい、こんばんは。こんばんはです。どうもようこそ。はじめまして。はい。ですね。なんて言うんですか。今日はちょっと、先週に引き続きまして、撮ってますかね、これね。はい。毎回、でかい。毎回、大掛かりになってきてるんで。はい。ああ、はいはい。何が大きいかな。ちょっと毎回大掛かりになってまして、はい、はい、ありがとうございます。ちょっとセッティングを、ちょっと時間が、はい、すいません、ちょっとお手間を取らせてしまいまして、はい、ありがとうございます。今日は大変地味な内容なんですが、おかげさまで、ね、毎回初めからたくさん来ていただけるようになりまして、どうもありがとうございます。はい、ですね、先週に引き続きまして今週も、グラフィックデザインの、はい、お話ですね。デザインのお話とグラフィックっていうのは今日のテーマでございます。というわけでそのテーマに合わせて毎回オープニングを、いろんなネタをやってるんですけど、まあネタですね、はい、なんか面白いネタをやってたのがだんだんなんかいろんな方向に行くようになりまして、こんな風になっておりますよ最近は。はい、ありがとうございます。はい、ということで彼女かな、はい、大丈夫ですね。はい、イネさん OK でしょうか。復旧の方は大丈夫。はい、ではですね、いつも通りというか、じゃああとは内容に入っていきたいと思いますが、
いやすいません、ちょっと全部セルフでね。はい、今日はですね、今日のテーマは、ミッドセンチュリーモダン&サブカルチャーグラフィックスということです。はい、当番組はですね、初めての方いらっしゃいますので、説明しますと、まあ、カルチャー番組ですので、まあ、およそカルチャーというジャンルに入りそうなものは何でも取り上げておりまして、はい、基本的に私が興味があるものだったり、まあまあよく知ってる、まあまあ知ってるものだったりを、まあ、たくさん、広く浅くミーハーに取り上げるような番組でございます。はい、で今日は、結構私の好きな、デザインのお話を、はい、先週に引き続きまして持ってきております。はい、デザインって何にお答えするデザイン特番です。はい、先週ね、またよろしければ、前半のアーカイブがありますので、はい、今日はオープニングもね、先週作ったやつを今度またリミックスといいますか、混ぜまして、はい、広げました。だいたい1920年代のモダンから現代にかけてですね、70年代、80年代、90年代で現代までちょっとたどり着けなかったのが残念ですけどね、はい、2000年代ぐらいで終わっちゃいました。はい、私的には現代まで、はい、行きたかったんですけれどもね、はい、また機会があればやりたいと思います。はい、ですね、今日のテーマは、ミッドセンチュリーモダンといいまして、 何かといいますと、1960年代に登場したオーガニックでレトロフューチャーなデザイン群でございます。あるかな、まず今日の流れを説明したいと思いますが、はい、いつもおふざけが多い私ですが、今日はちょっと真面目にいきますよと毎回言ってますけどね。あ、先からくれます。はい、ですね、いや真面目にいきますよ。オープニングは、オープニングでね、はいはいはい、乾さんがお食事を始めましたね。はい、私これから2時間喋りますのでね。はい、西川進さんの、フォースアルバム奇跡のかけらより、番組 DJ も使わせていただいております。いつもありがとうございます。そしてこれが先週ですね、モナリズムの時代というのをやりました。こちらはね、1920年代から30年代にかけまして、まあモダンの時代というんですけどね、モダニズムって一体何だろうというところのお話を、はい、したのですが、ちょっと昨日先週はあまりにも準備不足だったので、非常に情けない内容になってますので、今回ちょっともう一回おさらいということでまとめてきましたので、これリピートしたいと思います。はい、ちょっとね、前回のではちょっとむごいので内容がね、はい、最初にそれをやりたいと思います。今日はですね、走って、そこから、第2部ですね、ミッドセンチュリーモダンということで、はい、これはですね、まあ、いわゆる、何でしょう、イームズとか、あと何でしょう、パントンとか、パントン違うな、間違えた、まあ、オーガニックな、ミッドセンチュリーモダンと言われてる、まあ、家具とかでね、すごい人気があります。はい、そういったジャンルがあるんですけれども、まあ、まあ、20年代の、デザイン運動の、まあ、後継者ということで、はい、まあ、モダンという名前のつくものなので、まあ、ちょっと取り上げてみたいと思います。はい、結構ちょっと違いますね。時代が下るといろいろ興味深いものでございます。はい、そして、そこからですね、まあ、モダニズムが終わった後ですね、ポストモダニズムというのがありますけど、まあ、夢が終わってしまって現代に至るわけですけれども、近代が終わって、モダンというのは近代という意味なんですね。ですから近代が終わって今度現代に至るわけですけれども、はい、そちらの話題としまして、これはね、私の得意分野で語らせてもらおうかと思いまして、サブカルチャーグラフィックスというところで、用意しております。はい、これはですね、だいたい、まあ、ポストモダンと言いますけどね、言ってみたらモダニズムに対しての反抗であったりとか、まあ、後継後を継いでいったりというような動きなので、言ってみたら何でもありみたいなものなんですね。だからそんな中で、まあ、私がずっと興味を持って追ってました、まあ、音楽シーンとかね、まあ、雑誌とかで、展開されているさまざまなグラフィック、表現というのがございます。
はい、これはあの、まあ、ジャズから始まってね、ロックだったり、あとクラブミュージックであったり、まあ、ハウスとかテクノとかね、それからレイブという、ものがありまして、で今は、エレクトロニカとかね、エレクトロミュージックの方に、はい、まあ、どんどんメディアとテクノロジーに影響を受けてね、変化し続けていってるジャンルというのはございまして、まあ、そういうのをひっくるめて、まあ、サブカルチャーという括りで、はい、まあ、音楽だけにもとどまらず、まあ、ビジュアルだけにもとどまらず、なんかいろんな、ファッションもね、いろんなものを巻き込んで、ありますのでね、まあ、そういったものを私の知ってる範囲だけになりますけれども、はい、セイラのグラフィックを、まあ、私の秘蔵本今日はたくさん持ってきましたので、今日もね、そちらをおあるかな、うん、はい、そちらを見せながら、はい、ご紹介したいかなと思います。例えば、よいしょ、秘蔵本ネビル・ブロディとかね、有名ですね。はい、お準備が悪いね、こういう、こっちか、これあの、ま、パソコンが Mac が、印刷業界に登場してからこういう、はい、デザイナーさんが活躍しました、ね、はい、流れがあります。あ、そうですね、ちょっと寄り気味にまたしといてもらっていいですか。はい、はい、まあ、こういった方であったりとか、あとなんかいろいろ懐かしい、これレイガンですね、デビッド・カーソンの、はい、あのグランジですね、すごくなんていうんですかね、タイポグラフィーですけれども、すごくドレスダウンしていく、感じがすごくかっこいいなと思ってまして、昔ね、これだいたい2000年90年代かな、はい、まあ、デジタルでドレスダウンしていくというねなんか、ま、反対の方向です。デジタルになるとあのどんどん綺麗に正確にできていくので、そこであえてこうルーズにドレスダウンしていくという感性が面白かったなと、はい、思ったりですね、はい、あとなんかこういう懐かしい雑誌も持ってきてたりね、ワイヤードとか、はい、ID ですね、 ID 誌も実は日本版があったんですよ、 ID ジャパンみたいな、はい、懐かしいですね、1990年かな、いつ発行なんやろな、91年ですね、はい、まあ、こんなのがあったり、これお宝かもしれないですね、デザイナーズリパブリックさんの作品集で、よいしょ、まあ、ちょっと時代がかかってますけどね、はい、モザイクかかってるわけじゃないですよ、結構時代かかってますね、はい、こういう、はい、この辺の、まあ、新しい、割と新しいタイプのグラフィックですね。そこから、それが日本に入ってきて、で最後、まあ、日本のグラフィックデザインのもあのそういう、こういう影響を受けましてね、海外のグラフィックから、はい、こういろんな面白い動きが出てまいりましたというようなお話をしたいかなと思いますが、これビョークですね、はい、そして、まあ、レコードジャケットとかね、はい、で最終的には、まあ、前にも持ってきましたが、こういう多分こう今のアニメとかの日本のポップカルチャーにもだいぶ流れ込んできてるなというのが私の感想でございました。それもそこまでこうたどり着ければいいなと思います。はい、これね、はい、そんな感じでございます。ちょっと固めの内容なんですが、まあ、なんでしょう、なかなか触れられないようなお話だと思いますので、はい、ぜひ、興味を持って聞いていただけたらなと思いますね、犬さん、ね、はい、あ、とても興味深い顔してますね、はいはいはい、うん、うなずき人形ですか、はい、ということで、
はい、あちょっとまあ恒例のオープニングトークに入らせていただきます。先週の、はい、お話ししましたけれども、私、小学校で先週ね、授業をしてきまして、一応墨絵作家というのをやっておりまして、はい、で子どもたちに墨絵を教えてまいりましたというか、まあそうですね、一応先生として招かれましたので、こういう、まあ、筆と墨のね、使い方とか、まあ書き方とかですね、でも書き方というか、まあ結構自由に書いていいよということであったりね、まあお習字と違って、はい、本当に自分の好きなように、はい、自分の個性を出して絵が描けるんだよみたいな、はい、柔らかいお話を、はい、してまいりまして、はい、まあ、こういうこともちゃんとしております、働いてますよみたいなねアピールもしとかないとなみたいな最近ちょっとね、はい、みんなでね大きな桜の木を描きました。はい、なかなか楽しい体験でしたね。ようこそ先生になれたかなみたいなね、はい、よいしょ。さてさて、ではでは、花も湯なんですけども、見れておりませんちょっと映像作るので、めちゃくちゃ 音作るのでめちゃくちゃ大変でしたので、はい、何ですかね、虎次郎さんが、草加村塾を開いて、で久坂さんが先週はなんか激おこでおこなのみたいなね、はい、で飛び込んできまして、で まんまと乗せられてみたいなね、まんまと乗せられたのか、まあまあ運命の2人だったのかみたいなね、はい、感じでしたけれども、一応、何でしょう、あらすじぐらいしか知らないんですけどね、はい、でとうとう、先週は、高杉晋作さんが出てきたようですけれども、はい、人気者でございますね、はい、私も早く見たいもんですが落ち着いてね、はい、また、歴史の特集もしたいと思います。その時にねまとめて、はい、と思います、やりたいと思います。はい、そして、白箱ですけれども、はい、一応アニメの話を毎週しております。ですね、これさっき見てきたんで録画を、あれですね、ちょっとちょっとやる気のない新人くんが やらかしちゃったみたいなね、社内で喧嘩というね、はい、ちょっと今日はちょっとしんどい回でしたけれどもね、はい、まあ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 、はい、まああれがきっかけでね、あの男の子キャラもいいように、まあ変わっていくきっかけになるんじゃないかなと思うんですけど、まあそういうアニメなんでね、はい、それにしても男同士はね、まあ、バーンってぶつかり合って、ほいですいませんで仲直りできるんでいいんですけどね、女の子の場合はね、てかかわいそうでしたね、言葉の暴力ですね、あれね、うん、はい、なんか結構言われてへこんでましたね、うん、それにしても電車の中で電車の中でこう乗ってる人をこう声優で声真似でいろんなセリフを考えたりとかして、まあコピーライターの勉強してたんかな、んですよね、ディーゼルさんか、ディーゼルさんなんかコピーライターの勉強してましたけれども、それで面白いですね、ああいう勉強の仕方するんですね、なんかいろんな課題を出してもらって、はい、いろんなシチュエーションを考えるみたいな訓練を してましたけれども、はい、面白いですね、ああやって鍛えるんだなとか思いながら、はい、そして、帰ってきた怖い姉様は、何様でしたっけ、戻ってきた先輩はなかなか有能ですね、はい、何でしょう、もう逃亡す、おじさんが逃亡するのは分かってるので、もう先々先手を打ってね、なかなか面白い展開でしたけれども、はい、逃げたくなる気持ちは、まあ、私はよく分かるんですけどね、はい、それにしても、エリカ様か、エリカ様ね、はい、面白いですね、はい、それにしても監督はやっぱりもうなんか無邪気を通り越して子供みたいになってますね、だんだんひどくなってきてるような気がするんですけどね、はいまあそんなお話です、はい、アニメのアニメの第三少女飛行隊って結構なんか内容がだんだん見えてきたんで、あれはあれで見たいもん、見たいなという気がしてきたんですけど、どうですかね皆さん、はい、というわけで、白箱の続きが楽しみでございます。今日はそんな話かな、はい、すいません、今日はもうこれぐらいで本題に入っちゃいますけども、いいですかね、いいですかね、はい。
はい、星の林に月の船、はい、剛のカルチャー呼ばなし。毎週月曜日9時から23時、ご視聴はディアズナラ、スタジオ、奈良にございますね。ディアズナラというスタジオがございまして、そちらで、ユーストリームおよびニコニコ生放送で、ユーストリームおよびニコニコ生放送でお届けしております。ぜひぜひ、コメントよろしくお願いします。まあ、絡みにくい話題かと思いますけれども、はい、気軽に、初見の方も歓迎でございます。気軽に絡んでやってください。はい、お写真を、はい、ということで私は、MC 剛でございます。はい、まあ、ラップが面白くなってきたんだけど、やる暇がないので、またいつかね、はい、またネタ考えておきます。はい、ということで、ただ時間がないので早々に行きたいかなと思いますが、はい、まあまあ順調ですね今日はね。はい、オープニングが結構長かったもんですからね。はい、さあここで大丈夫ですかね、再び音も、はい、おお、イネさんがね、なんか毎回凝った写真を撮ってくれて、はいね、いろんな加工をしてね、アップしてくれるんですよ。はい、なんか毎回それも楽しみですね。はい、ディアズナラのね、ディアズナラのフェイスブックですねっていうのがありますので、いいねしてもらえると、いろいろな情報が入ります、手に入ります。はい、でも私だけじゃなくてね、ディアズナラっていう、スタジオは、いろんな方がやっております。番組を持っております。はい、プロレス研究所であったり、演劇情報発信、番組であったり、でアニメクラブさんであったりね、あと声優さんが、スーツを着て放送してる番組とかね、いろいろあります。社会人奈良の、ね、市役所の人は奈良情報を発信する番組もあれば、奈良大学の学生さんが放送している番組もありますね。他にもいろいろあります。役者さん、奈良の役者さんが番組をしていたりとかね、はい、なかなか盛りだくさんの楽しい、番組でございます。私は あとね大橋さんの、音楽番組ねいや忘れてないです、わかりません。はい、ちょっとうちと被ってるかな、被ってるかなみたいなね。はい、どこが被ってるねっつってね、はい、なんかまたね、年度末も近いですけど、なんかまたコラボとかできたらいいですね、ねサルちゃんね。はい、という感じで、本題に入っていってもよろしいですか。はい、私はあれなんですよ、喋り出すとどんどんテンションが下がっていくんでね最初だけ頑張ってあげてるんですけれども、はい、大丈夫かな、ね、なるべく元気はつらつな声で喋ろうと思っていろんなギャグとかやってたんですけどね今日はなんかそういうノリが通用しないんで、さてどうしたもんかって感じなんですけれども、はい、うん、はい、よろしいですね。はい、ではでは、ちょうど1時間20分かな、はい、いけるかな、はい、というわけで、3本立てでございます。まず第1部ですが、モダニズムの時代の際ということで、先週の放送が、あまりにもね、よろしくなかったんで補修をしたいと思います。補修です皆さんはい、頑張って聞いてくださいね。というところで、あ、コメントいただきました。はい、こんばんは、つよしということで、はい、ユリアリスさんかな、はい、ユーストリームの方でコメントです。どうもありがとうございます。こんばんは、こんばんみ、はい、ちょっといろんなギャグをこの番組で言ってた気がする、なんかすっかり忘れてしまいましたね。なんか言ってたかな、俺噛みましたとかかなはい、まあまあいいんですね、そんなんは。今日はもうそういう日、今日はそういう日じゃないんでね、はい、はよ話を進め、はい、やっとかないとね、やっぱりね、たまに単調になってきたら、そういうの入れてもいいですよね。はい、それは初めてだもんね。はい、でもコメントが来ると嬉しいんでね、コメント待ちだったりするんですが、まあ、はい、いいかな。ですね、すいません、モダニズムのお話ですけれども、だいたいこういう、出しときましょうか。先週は、画像すら用意できなかったんでね、なんのこっちゃって話だけじゃね、わからないと思いますんで。よいしょ。モダニズムって言いますね。はい、モダニズムです。大丈夫ですね。はい、モダン焼きとか言いますよね。
はい、あのモダンです。はい、あとモダンガールとかね。はい、俺は町中で一番モボだと言われた男とかね知ってる。はい、あのモダンボーイとかね。はい、モダンなやつみたいなね。はい、意味合いでよく使われる言葉ですが、もう結構昔の言葉なんでね、元の意味がよくわからないというような、はい、ことがありますので、そもそもじゃあモダニズムって何だったんだろうというところから先史は入ったんですけれども、まあ大きく言いますと、まあ、デザインという切り口でお話をするんですが、もうちょっと歴史だったり、まあ、美術だったり、はい、そういったものと、関係のあるお話でございます。はい、で、モダニズムとは何かと言いますとですね、まあ、20世紀ですね、1920年代といいますのが、この先週つら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 語ったんですけれども、まあ、要するにあれですね、まあ、要するに、あれですあれですって、ね、まあ社会の変革期だったわけですよ。でね、先週大事なキーワードを言い忘れてたんですが、革命ですね、レボリューションですね。レボリューションというのがすごく大事なキーワードだったようですが、すっかりその言葉をすら忘れてましてね。で、どういうことかと言いますと、大体ずっと長いことね、人類の歴史は中世というのが、続いてまいりまして、大体支配者階級ですね。で、ヨーロッパの、主にヨーロッパの話になるんですけども、ヨーロッパはまあ王様がいて、まあ、教会があってっていう、まあ、こういう二重構造の、はい、支配構造になってましてね、身分制度みたいなのもね、ありみたいなね、まあ、そういう話を歴史で習ったかと思いますけれども、あれが、大きく由来なんですね。1920年ぐらいね、19世紀末かな。はい、まあ、ヨーロッパの各地で、エンペラーだったり、キングが倒されまして、はい、主に、まあ、ドイツも一時的に、共和制になりましたし、1910年ぐらいかな。1911年に、ロシア1911年のロシア革命というのが起きましたね。はい、そしてまたフランス革命とかね、そういうことが起きまして、まあ、レボリューションですね、市民がこう世の中を変えようというような時代です。はい、そして、ですからね、まあ、これからもう古いものは全部打ち壊していかなければいけないみたいなね、はい、そういう機運に、そんな雰囲気に包まれた時代でございます。そしてもう一つは、科学と思想と夢の、科学の時代ですね。はい、工業化が産業革命となりましてね、工業化が進みました。あまりここくどくど言うとまた長なるな、はい、まあ、とりあえず科学と思想の夢の時代でした。はい、思想という科学っていうね、一つの大きなファクターがありまして、はい、科学技術が発達することで、世の中がどんどん進歩していってね、人類は人々はみんな平等に幸せになれるよっていうような、はい、ことを信じていたんですね、当時の人は。そして思想ですね、はい、最も有名な、ね、マルクス・レーニン主義というのがありますけれども、はい、いわゆる、共和制、民主主義、はい、世界社会主義ですね、そういったいろんな、思想がパッと花開いて新しい国家が誕生していきました。まあ、そんな時代背景でですね、新たな人と社会のユートピアを目指すというのがデザイン運動でしたという感じで、考えると分かりやすいかなと思います。でなかなかね、当時の人は立派でね、すごい民主的な発想をしていました。民主的というのはつまり、まあ、社会の人にね、全てに、美的な生活をですね、手渡すというような使命がデザイナーにはあるよというふうに思ってたようです。そういうふうに考えてたんですね。はい、と言いますのは、まあ、先週いろいろ話しましたので、また先週の見てもらえたらと思うんですけどもね、デザインっていうのは装飾ではないんですね。はい、例えば椅子なんかでもね、ヨーロッパでは、まあ、言ってみたら1000年2000年ずっと同じ形の椅子をね、作ってきているわけです。で椅子の形というかね、まあ、基本的なものは変わらず、で装飾ですねがいろんな技術を凝らしていろんなバリエーションの例えば椅子というものがあったとしますけれども、まあ、そういったものを装飾ではなくてもっと、ですね、当時は都市ができまして、まあ、都会民という、はい、世界近代人の生活みたいなのをね、いろいろみんな考えるような時代でしたので、それに合わせたそういった新しい生活様式と、まあ、新素材ですね、はい、まあ、そういったことを全部考え
含め合わせてこういう椅子でしょっていう風に、設計したわけです。はい、ね、デザインには計画という、はい、重要なファクターがございます。はいはい、なんかデザインっていうのを英訳すると、まあ計画みたいなね、プランニングみたいな、意味合いが強いそうです。はい、これがね、なかなか日本では、理解されきってないところでございますというふうに言われてますね。はい、というわけで、まあ、こんな時代なんですけど、これ椅子なんですけどね、例えばあの中世の椅子と違いまして、こういうのが、当時、大変こういった椅子が流行したんですけど、これ何がすごいかと言いますと、後ろの足がないですよねっていう、うん、はい、だからパッと見あれって思うわけですよ。これ腰掛けて大丈夫なんてね、昔の人だと思ったと思うんですね。はい、ところが人間は腰掛けてもこけたりしないという、はい、と言いますのは、これは、鉄パイプという新しい新素材を使うことで、こういった、ちょっとトリッキーな、はい、デザインができたということでね、はい、これは名作、椅子の名作として今も語り継がれておりますが、はい、今ではね、別に珍しく、すごくもう一般的にありふれてね、その珍しいものではありませんが、そうなん、そこも大事なところで、はい、希少価値のあるものを目指してなかったんですね。全ての人が、はい、まあ、富のある人も、まあ、貧しい人もみんな平等にこういった美しくて、いいものを手に入れられるような社会を目指そうというようなね、そういった理念で作られましたので、最良生産ができると、はい、規格化ですね、規格化、大衆化、大量生産っていうのが重要なファクターでした。はい、で次いってもらえるかな。はい、まあ、そんな時代ですね。そして、もう一つの当時の、何でしょう、当時の、流行といいますか、はい、まあ、特徴としまして流線形というのがあります。はい、流線形ですね。はい、ストリームラインというやつですけれども、これが大体この時代に、大変流行しまして、こういうちょっと古い写真を引っ張ってきましたけれども、これ機関車ですね。当時は機関車で走ってますが、はい、まあ、機関車とか車とかがね、モーターエンジンを積んだモーター、シリーズかな、そういったものが、都会を、走るようになったような時代です。はい、でこの頃だからこうすごいんですね、電車とか車とかがね、みんな憧れでした。はい、まあ、電車に乗ることで本当に人生も変わるし、車が変わる、何でしょう、生活が変わるしね、はい、みたいな、今までね1ヶ月かかったところへ1日とか半日で行けるようになったとかね、はい、そういったことが、ありましたので、この機械万歳っていう、はい、スピード万歳みたいなね、はい、そういった、当時は信仰がありました。はい、そういうものを、表しているものがこう流線形というものでございます。そしてもう一つ、当時は、都市というものができました。はい、今まではそれまではなかったんですね、都市と言われるようなものが、まあ、あるには人がたくさん集まるところはあったんですけど、いわゆる現代的な都市と言われるような、はい、様相を呈して、来だしたのは、まあ、大体この頃かはというふうに、言われております。はい、だそうですよ。なんかシャーロック・ホームズが活躍した、ロンドンね、なんかその時代とからしいですわ。うん、なんかシャーロック・ホームズとか探偵物が流行るのはね、そういう都会というところの特徴なんだそうです。はい、まあ、いろんな人の目にさらされるみたいなね、はい、農村とかそういうところとは違う、はい、文化圏といいますかね、生活空間というのが生まれました。はいはい、こんな話してますけどいいですか。もう今日はこんな話しかしませんよ。はい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 、ということで、はい、あ、スピードこれですね。はい、まあ、そういった当時の、意識を反映しまして、例えばポスターだったりね、はい、都会の息吹を伝えるポスターなんかもこういう、はい、なんですかね、動的な動きのある動きのある、ね、ポスターというのが大変もてはやされました。はい、そして、あ、これもそうですね。はい、機関士がボーンと映ってますけれども、よいしょ、あ、違う、こうか、はい、まあ、こういう感じですね。これが、1920年代の流行でございました。そして、先週の触れられなかったところを少しずつ、補足していきたいと思いますけれども、はい、その前にあれですね、
当時はその、まあ、デザインだけではなくてですね、まあ、先言いましたように、まあ、国家的な思惑であったり人々の考えてることであったり、まあ、いろんな要素が、まあ、新しいカメラが写真が発明されたとか映画が発明されたとかね、まあ、そんないろんな要素が絡まり合ってでデザインというものも誕生したわけです、その時代にね、まあ、そんな中で、同時代の前衛芸術っていうのがありまして、その影響もデザインには大きかったと言われております。と言いますのは、そもそも芸術とかアートというものはね、ヨーロッパには根強く存在していたんですけれども、デザインというものはそこから派生したというかね、都会化だったり機械化だったり、はい、まあ、近代化に伴って必要デザインというものが必要になって生まれたわけですが、まあ、その生みの親が、まあ、芸術だったということですね、はい、でその芸術も、昔みたいに、パトロンですね、貴族に雇ってもらって絵を描いて暮らすということがもうできなくなりましたんでね、なんせもうそのパトロンそのものがいなくなったわけです、はい、まあ、貴族がいなくなった代わりに今度は資本家というお金持ちですね、はい、まあ、そういった人たちが新しいパトロンになったわけですが、まあ、そんな中 で、ですね、前衛芸術と呼ばれる、はい、まあ、人たちがおりまして、まあ、皆さん有名な、ね、ところで言いますとピカソであったりとかね、はい、のキュビズムですね、はい、顔がこんな四角くなっててなんかよあっち向いたりこっち向いたりしてるやつですね、あれ何が芸術やねんみたいなね、みんな最初は一度は思うと思うんですけれどもね、ああいうが登場した時代ですね、つまりああいうものをみんなが一生懸命追求していた時代です、はい、まあ、キュビズムの人たちはね、まあ、セザンヌという方がいらっしゃいまして、自然は、まあ、自然をね、まあ、絵描きだから自然を模写するわけですけどもね、その見たままを描くんじゃなくてもっと本質的なものを描こうというふうな、はい、試みをした人たちが当時はたくさんいまして、でセザンヌという画家がですね、自然は、まあ、抽象的な形にこう分類できるというふうに、なんかおっしゃったそうで、まあ、自然は円ですね、円と円錐円柱ですね、円柱円錐、はい、で球体ですね、まあ、そういったものに、整理できるというふうに、はい、まあ、抽象絵画の先駆けみたいなことをされたわけです、まあ、それでまあ人間の体ああいうキューブの立方体みたいな組み合わせで描いたりとかしてたわけですね。ここあんまり詳しく言っても大丈夫かな、時間なくなるかな、はい、まあ、そんなことがありまして、で当時の1920年代にデザイナーに影響を与えたそういった芸術運動ということで3つ上がっておりますが、まずシュールレアリズムという、はい、これがね、まあ、ダリなんかが有名ですけれども心理追求ですね、近代人の心の奥底をこういろんな方法で探っていくみたいなね、はい、まあ、夢を見た絵を描いたりとか、その夢を映画にしたりとかっていうような、はい、ことをしたりですね。あとダダイズムというのがありまして、これは反芸術運動でございます、はい、社会に対してなんかいろんな挑戦をしていくというね、はい、そういった過激な、反芸術集団というのがおりました。そしてもう一つね、幾何学抽象派という、はい、こういう人たちもいまして、先ほどのセザンヌのこう、こうなんでしょうね、形態をどんどん純粋化していくというふうなところで推し進めていっている一派というのがおりまして、こういう知性派的な人たちが一番有名なところが こちらでございますね、はい、デステイルという、オランダで、こういったグループがいるんですけども、ここで一番有名なこれです、モンドリアンという画家がいらっしゃいまして、はい、この絵はね多分大変有名なので皆さんよく知ってるかと思いますが、これは先ほどのね、コンポジションという考え方をさらに推し進めて、まあ、この人が大成したというふうに言われてるんですけども、これは当時の人こんな絵見せられてびっくりしますよね、きっとね、はい、せいぜい印象派ぐらいの絵でも、まあ、びっくりされてたところにこれですからね、はい、これはなんだみたいなね、今ですと今の感覚だったら、あ、テキスタイルかなとかね、あ、柄かなみたいな感じですけど、まだ当時はこんなのなかったんですよね。でこれはただ単に四角に色を塗ってるわけではなくてですね、ちゃんとした理由がありまして、まあ、モンドリアンという人の考え方なんですけども、円ですね、まあ、人に必要なものは、全ての、まあ、たった少ない要素でね、作り出せるというような考え方でございました。つまり円ですね、円であったり、あと直線、垂直平行ですね、これ、
よいしょ、分かりやすいですね。直線で、直線か円かみたいな。そして、確か重力の垂直とまた大地の水平みたいなね、はい。そして、色はですね、三原色ですね、赤青黄色という色の三原色、はい。それだけでいいと、そこまで突き詰めるみたいな、はい、すごいですね、はい、そこまで突き詰めたぞみたいな、はい、そういう、この方はまあ絵描きというよりはもうなんかデザイナーに近いような、ね、今でいうね人だと思うんですけれども、はい、まあ、こんな人がおりまして、モンドリアンですね。こんな椅子なんかも、はい、あと結構人気がありましてね、このワンピースドレスとかね、60年代かな、持った後に、イヴ・サンローランかなんかが、こういうのを作って、今でも人気があるようですけれども、はい、まあ、こういう方がいらっしゃいました。そして、未来派ですね、これはですね、イタリアで1909年ですね、まあ、こういったグループがいたんですけども、未来派宣言というのをした、芸術家グループがイタリアにおりまして、はい、彼らはスピード進行といいますか、まあ、都会化されていく、はい、車がバンバン走って鉄道がガンガンうねりを上げみたいな、はい、機械の騒音万歳みたいな、はい、スピード万歳みたいな、結構過激なことを、最初に未来派宣言ということで言っちゃいましてっていう人たちですね、はい、で当時はなんかね宣言文を書くのが、流行ってたみたいで、はい、例えばシュールレアリズム、シュールレアリストさんもね宣伝文を宣言をするわけです。私、我々はこういうものを目指すみたいなね、はい、今でいう会社マニフェストですね、いわゆる、そういったものでございますが、バウハウスなんかも、バウハウス宣言文なんかを書いてたりしますけれども、まあ、こういったことの多分流れは当時の主義ですね、一番有名な、マルクスさんの何でしたっけね、まあまあまあ、はい、共産主義宣言みたいなやつかな、はい、まあまあそんなことがありまして、まあ、いろんな人がいろんな未来を、夢見て、いろんな実験をしていたような時代でございます。この辺が結構ね面白いんですよ。やっぱ革命の時代って楽しいですよね、はい、だから選手は一生懸命、日本の明治維新とか幕末みたいだよみたいな話をしてたんですけれども、まあ、要するつまり、まあ、革命の時代っていう意味で共通してるっていうことが言いたかったわけです、はい、もう選手は全然用意ができてなかったんでしっちゃがめっちゃがでしたけど、はい、改めて補足しますが、未来派はこういう感じかな、はい、これは工場のなんか抽象画なのかな、ちょっとわからないですけど、でもこういう建物ね、映画のまあ後の世でもこれの模倣したものがねよく登場しますよね。SF 映画とかでもねなんか見たような気がしますし、はい、ピンクフロイドの豚が空を飛んでそうな感じですけどもね、はい、で未来派はですね結局あまり好かれてないっていうのは、ファシズムに、ムッソリーニの、イタリアのファシズムにね迎合していったというような歴史があったそうですから、道理でねなんか、うん、まずい人たちだなみたいなねイメージがあるのはそのせいでした。はい、そしてこれですね、ロシアアバンギャルドというのがありまして、はい、ロシアアバンギャルドですね、構成主義というのがあります。はい、これアバンギャルドっていう、キーワードも先週忘れてまして付け加えます。よく言いますよね、アバンギャルドななんとかみたいなね、はい、そういったものの語源のルーツですね、はい、なんですよね。これ1911年にロシア革命というのが起きまして、でロシアが世界当時は世界で一番進んだ国でした、いろんな意味で、はい、つまり、王様が、ね、ロシア皇室かなが、倒され、でレーニンかな、はい、レーニン主義ですね、が率いる、共産党がですね、ソビエト連邦というのを立ち上げました、はい、でそこは、まあ、理想ですよね、人類は、共同でね共に、力を合わせて、平等な社会を作るぞみたいなね、まあ、そういった美しい、はい、理想を追い求めていたわけですが、マルクス主義と言いますが、はい、でそういった時代にですね、その絵描きとかね芸術家とかデザイナーとか、のその間にもうどちら今みたいに、ね、はっきり分かれてなかった頃なんでね、まあ、当時いた芸術家たちが、ね、ここでいろんな実験をしたと言われております、はい、
まあ、こういう感じですね、はい、USSR ってなんか頭に打たれて今見るとちょっとおいおいって感じですけどね、ちょっと怖いですけどね、はい、まあ、今とはだいぶ感覚は違いますからね、これはちょっとシュールで怖いだろうって気がするんですけどね、はい、まあ、あのサインとかピクトグラムとかそういったものを生み出したようですね、はい、あれはいわゆるその民衆のための、いろんな人がつまりまあ文字とかが読めなくても、コミュニケーションができるというようなものを発明したということです、はい、そして、こういった、色とコンポジションですね、赤色が好きなんですね、どうしてもね、はい、共産主義の、なんかイメージカラーなのかな、これがエイジェンシュタインの、戦艦ポチョムキンというね、これは映画なんですけれどもモンタージュ手法という、まあ、当時は画期的な、はい、映画の撮り方で名作として残っておりますけれども、つまりですね当時まだ映画というものができたばっかりで、はい、まあ、いろんな実験がまだまだ未知のものだったいろんな実験をされていたわけです。で映画ってねまた私も一度集中して取り上げたいなと思いますけれども、映画っていうのは何がすごいかというとこう現実を映し取るんですけれども、現実をそのまま再現するんじゃなくて現実を編集できるというそこにすごくこのメディアの可能性があったんだっていうことを、はい、初めてこの方がまあ、証明してみせたみたいな感じですかね、はい、そしてですね、実は、私も今回もう一回調べ直して知ったんですけど案外ロシアアバンギャルドは割と本当に実験ばっかりしてたようでそれほど実はマルクス主義には、関与してなかったらしいんですが、はい、本当にもう絶好のチャンスだということで芸術家が好き勝手やってたというふうに書かれてましたんで、へえそうなんだと思って意外ですよね、はい、でまあ、時代が経つとともにやっぱりもともとの、まあ、大きなクライアントでありますねソビエト国家のための、美術みたいなところはどうしても外せなかったのでだんだんこの実験というのも、しづらくなってきまして、まあこの運動も止まっていくわけでございます、はい、そして最後に、控えマスルーはバウハウスという、はい、学校はこれはドイツにありましたドイツワイマールかなにありました、デザイン学校なんですけれども、当時としては斬新な教育方法ですね、はい、そして、まあ、有名人の、まあ、画家とかね芸術家として有名な先生がいたりとか、はい、そして、まあ、現代のね日本現代の世界特にアメリカに、後に移るんですけれどもねアメリカの、まあ文明都市を、何でしょう建物であったりとかね、まあ、あと、都会の様とかまたそういったものを全部まあ、ここで生まれたというふうに言われております、はい、で学生数もほんまに少なかったんですよね、はい、というほんまちっちゃな一つの学校だったんですけどやっぱり先駆けなんで、今でも語り草になるぐらいの、はい、学校なんですけれども、はい、で何が、すごいかと言いますとですね、うん、今日は早口でいきますが、はい、携帯は機能に従うというようなね話がございまして、これが名言バウハウスの名言1ですね、はい、携帯は機能に従うという、はい、つまり、まあ、先ほど言いましたデザインの考え方ですよね、例えば、まあ、椅子が欲しいとあるかなお、まあ当時なんかどんどん新しいものが必要だったんですね新しいものがどんどん発明されていきました、はい、まあ、例えば電話とかね、はい、まあ、映画もそうですし写真もそうですし、で今までになかったものがどんどんこう技術革新とね、まあ、都会化とかでものすごい勢いで現代的なものが生み出されていった時代です。そうすると今までなかったものですが形がありません。だからこれそれにふさわしい形を考えようということですよね、はい、まあ、電話もなかった時あの形はどうやってできたんだろうとかね、カメラのあの形はどうやってできたんだろうということなんですが、そういったことを考える人たちが、まあ、デザイナーという、はい、人たちなんですけれども、はい、で考え方の大きなところ、まあ、携帯は機能に従うということで、つまり、こう何ですかね、デザインはこう絵に描いてこんな風にっていう風に描けるもんじゃないっていうことですよね。まあ、カメラでしたら例えばいろんな制約があるわけですよ。レンズがあって、まあ、でこういった風に使ってで、まあ、いろんな人が使いやすいようにとかね、まあ、いろんな工夫をするわけですね、はい、いろんな必要性であったりで大量生産するので企画化も必要ですし、なんでしょうね、まあ、形一つとっても
ね、手に馴染みやすい、一番合理的なやり方は何かみたいな、いろんな、試しをしてね、ブラッシュアップしてあの形になっていくというようなことですから、まあ、パッと見がいいっていうわけじゃいかないわけですね。いろんなものを満たしたあの形が生まれていくみたいなことですね。これがデザインの基本的な考え方でございます。はい、そしてもう一つ、バババ喋ってますけれどもね、はい、でもう一つの、バウハウスの名言その2ですが、おっとその前にこれバレエね、これモダンダンスかな、はい、これなんかが今見るとおいおいおいって感じですけれどもね、はい、とっても未来的だったとですね、当時は、はい、これがその先ほどのカディンスキーじゃあり、カディンスキーじゃないわ、モンドリアンじゃありませんけれども、そういった、抽象的なね、丸三角直線球体みたいな、そういったものをでこうのコンポジションみたいなのをね、身体に対してこう、追求していったらこうなったみたいなねちょっと今見るとカーニバルっぽくてなんか面白いですけど、これ何なんでしょうね、パフォーマンスなんかな、はい、でもう一つの、バウハウスの名言ですけれども、住宅は住むための機械というふうに、はい、いうわけですがね、バウハウスの特徴としましていろんな芸術を、全部総合して、はい、建築という、様態に要所に、落ち着けました。建築ですね、はい、全ての芸術を統合したものが建築だというふうなことなんです。どういうことかと言いますと、建築って言ってね、我々だと今だと建物のデザインのことかなとね、まあ、建物の構造とかね、まあ、見た目とかなんか使い勝手とかそんなことを考えると思うんですけれども、当時の捉え方はそうじゃなくて、つまり人間が、都会人が、現代人、近代人か、近代人が生活する空間みたいな意味で捉えてたわけですから、当時何もなかったです、見本が。ですから人が近代人にふさわしい生活空間というのはどういうものだろうというものを、考えて設計したということですね、はい、でバウハウスというのは結局ナチスドイツに追われましてアメリカに行くわけです、はい、ドイツで生まれたんですけれども、ね、共和制がすぐ崩れまして、ナチスドイツという、はい、思いっきり極右ですね、右傾化していきましたので、どうしても相入れないということでアメリカに逃亡し、アメリカに、ね、移転しまして、でそちらの方で、アメリカのデザインの、発展に寄与したということですね、このバウハウスの人たちが。で当時のアメリカの建物ってのはこういう感じだったんですね、いわゆる摩天楼というやつですね、はい、これはねアールデコ様式とかヌーボー、アールデコの、流れなんですけども、なんて言いますかね、こういう、ちょっと有機的なね、はい、なんていうんですかね、まあ、こういう建物ばっかりだった時代がアメリカあったわけですよね、はい、これはこれでもういいかなと思うんですけどね、まあ、ガウディの、 サグラダ・ファミリア教会じゃありませんけれども、ああいう有機的な、はい、建物に人々が住んでても全然不思議だったわけではない、不思議なことはないわけです。むしろその方が自然だった未来があったのかもしれないと私は思うんですけどもね、はい、だってね、もっと自然を映してるという意味ではすごく自然ですよね、こっちの方がと思うんですけれども、まあ、そういう未来を変えてしまったのがバウハウスの人たちで、はい、いわゆる、直線とコンクリートですね、直線の鉄筋コンクリートで作られたこういうビル群というのを、これが最も美しい完成されたデザインだということで、はい、彼らが、何でしょう、主張しまして、で世界中の、都市はこういった直方体のであふれるような街になってしまいましたということです、はい、まあ、やっぱりいろんな意味で合理的なんですね、これが完成された形なんだということです、はい、まあ、無駄がなくてでということですね、無駄がなくて、合理的でということで、それを形にしたものですね、バウハウスはプレハブとかも、理想として考えてたようで、はい、あれなんかがね、なんていうんですか、大量生産でプレハブですね、今の、大量生産でこう人の住む住居ね、一部屋そのまんま、作れると、なんかそういうのを夢見て、今のなんていうか無印良品じゃないですけれども、部屋をこうたくさんこう重ねていくみたいなね、こうキューブになった、なんかそういうイメージのプレハブをなんか設計してたような、そういうの見た覚えがあるんですけれどもね、はい、当時はその当時はそれが未来的で、
美しくてかっこいい未来の姿だったわけですが、結局そうはならなかったんですね、世の中はね。はい、というのが面白いところで、興味深いところでございます。はい、ちなみにこれは国連ビルですね。国連ビルはなんか、傑作、バウハウスの傑作だそうです。ビルとしての完成形みたいな。でこれがですね、エラク水槽といいまして、なんか有名な、ミース・ファンデル・ローエだったかな、ちょっと調べきれてない。はい、まあ、こういったもう建築としては大変な高い名作なんですけれども、これなんかね、なんていうんですかね、まあ、滝と一体になってるから日本人的には もう一つ気持ちいいんですけど、これの特徴はこう、なんていうんですか、コンクリートの、直方体がせり出してて、で先ほど あのパイプチェアじゃないですけども、ちょっとありえないような、はい、自然ではありえないような形をデザインされてるという、はい、それはコンクリートと鉄だからできる美しさだよみたいなね、こういった、建築物がございます。はい、というわけで、はい、復習と言いながらだいぶ長くかかっちゃいましたね。はい、ざざっとこんな感じですが、先週も取り戻したかな。はい、よろしいですか。よろしいですね。はい、ユニューさんもどっか行っちゃったしな、どうしようかな。このまま続けるかな、続けるかな、うん、はい、音が聞いてるかな。はい、まあ続けましょうか。はい、コメントありませんね。はいまあまあコメント制御は無理ですね。そして、では、まあ、引き続きいきます。わいや、久しぶりにデザイン、うちにある本を全部ひっくり返して、読んできましたよ。はい、結構、そういう仕事もともとしてたんでね、いっぱいそういう系の本はあるんですが、ただね、デザインのこういった歴史だったり古い知識ってね、なんかあってもあんまり役に立たないんですよね。逆に立たないことはないんでしょうけれども、なんかこう実利に結びつかないんでね、はい、別に知らなくても仕事はできますし、はい、みたいなね。だから結局デザインの話をね、サルルちゃんなんか本職ですねみたいなこと言ってくださいましたけど、違うんですよ、趣味なんですよ。これは趣味の世界です。はい、自分が好きでこういうのを調べて、はい、やっております。はい、だからまあ趣味でいいと思いますね。はい、さてさてといった無駄話を挟みまして、で時代が変わりまして、今度はミッドセンチュリーモダンということですが、はい、これはどういうものかと言いますと、ですね、とりあえず先ほどの夢の時代ですね、モダニズムの、はい、ちょっと知的で、はい、知的で結構崇高で清潔感があってね、はい、本当にユートピアを夢見た、はい、あの時代の人たちの大きな夢だったモダニズムですが、はい、あれはですね、やっぱ第二次世界大戦で、ちょうどね、第一次世界大戦の後に、まあ、そういった動きがありまして、で第二次世界大戦で、ちょっと大変なことになったわけです。まず、ヨーロッパのね、ヨーロッパとかアメリカの力関係が変わりましたし、まあ、そういったこともあり、まあ、その後ね、世界は米ソ冷戦のアメリカとソ連の二極化のね、冷戦時代に突入していくわけですが、はい、まあ、そんな中で、まあ、アメリカが結局世界のトップランナーにね、まあ、アメリカとソビエトですねみたいな、流れになりまして、ヨーロッパはどうしても第二次世界大戦でだいぶ株を下げてしまいまして、皆さん、はい、まあ、そんな中で、はい、でね、やっぱり科学万歳というのがなくなっちゃったんですよね。もうやっぱり原子力、核兵器とかねありましたし、あと、まあ、先週も言いましたけれども、科学が必ずしも人を幸せにしないということが戦争を証明してしまったので、もう意気消沈してしまったです。はい、まあ、そんな中で、ただ20世紀1960年代にまあ登場しました、今度ミッドセンチュリーモダンというなんかモダンの後継者みたいな動きがあったそうですが、はい、まあ、これはですね、どういったものかと言いますと、これですね、これだったら分かりやすい、一番パッとイメージが浮かぶところで、よいしょ、これはイームズの家具ですね、なんとかチェアです。アリンコチェアじゃなくて、まあ何だったかな、あれじゃまた違う、別か、はい、まあ、こういう椅子がね、カフェとかに行くと置いてあったらおおとか思われるタイプの椅子ですが、はい、これこういったものですね、これがいわゆる、こんなもんっていうのはあれですけど、まあまあ分かりやすいところで言うとこういう感じのものですが、はい、
これが1960年代登場したミッドセンチュリーモダンという流れの中で出てきたものですが、これがですね、最初のねモダンデザインがまあ大変合理的で、ある意味禁欲的だったというかね、まあそういったものに対してもう少し華やかで、はい、まあシンプルで合理的というところは、後を継いでるんですけども、もう少しあのなんていうの、色気があるというかね、はい、そういったものでありました。なんていうんですか、レトロフューチャーっていうキーワードがありますけれどもね、レトロフューチャーですね。はい、当時20年代はもうそのまままっすぐフューチャーだったわけですけども、少しワンクッション置かれるわけですね、ここで。はい、で、まあ、代表的なデザイナーとしてはジョージ・ネルソン、チャールズとレイのイームズ夫妻、ベルナール・パントーンか、ハンス・ウェグナー、アルネ・ヤコブセンなどなど、はい、家具とか、ね、雑貨などが今でも大変人気がある人たちでございますが、そういったデザイナーさんが出てきました。はい、で当時のプラスチックですね、プラスチックという新しい素材が生まれまして、はい、だから当時プラスチック、ね、は夢の素材だったわけですから、今は、ね、プラスチック製だとちょっと安物みたいな、ね、イメージになってしまいますけれども、はい、まあ、それは時代が下ってある意味普及したからこその、まあ、良さではありますけどもね、はい、プラスチックとあと合板ですね、ベニヤですね、はい、板をこう貼り合わせて強度を、板、薄い板をね貼り合わせて、合成して強度を増して、しかもこういういろんな形に、曲げたり切り抜いたりできるみたいなね、これ、イームズの、はい、技術なんですけどもね、これでそれなりに強度もあるので面白い形が作れて、しかも木肌の美しさもあるみたいなね、はい、こういったものが、有名でございますが、でまあ椅子もいろんな形を追求しております。で、まあ、プラスチックがやっぱ未来の素材ということで、大変そういうのをフューチャーしたものが当時いっぱい作られまして、もっと、すごくカラフルなんですね、色がね、で可愛いと、で形もね、わざわざこういう形にするかというね、モダニズムはすごいシンプルでもう無駄のない形だったんですが、これはもう少しなんかちょっと遊び心があると言いますか、はい、俗にオーガニックデザインなんて言われてるそうですけれども、はい、あ、これはねイームズさんの、何でしょう、カタログからですけれども、はい、ちょっと見せましょうか。だいぶ飛ばしたから、あ、まだまだ時間ありますね。はい、よいしょ。ね、これはなんか図録を持ってきてます。どこやったかな、大阪の天保山かどっかで、はい、来てた時に、確かね、天保山、今ないんかな、サントリーミュージアムかなんか来てた時にね。こういう、はい、グルービジョンズがデザインしたそうですけれども、はい、イームズデザイン、こういう、お、落ちた、よいしょ、なんかあまり見せる意味ないかな。こういう人たちですね、はい、あとなんか面白いので、映像とか作ってるんですよね、面白い映像を、はい、宇宙が、遠く、宇宙からの視点がぐぐぐっとクローズアップしていって、公園で昼寝している、人物にこうまでたどり着くみたいな、なんか面白い映像とか作ってますね、はい、でもまあだいたい言っちゃったからいいか、これかな、なんかまたそんなも紹介できたらなと思うんですがね、はい、こうかな、はい、そしてですね、当時のあとこれイタリアのオリベッティかなっていうメーカーがありまして、結構同じように、色鮮やかでちょっと、こう欲しくなるようなねデザインっていうのがこの頃の特徴でございます。可愛らしいというかね、なんかこう欲望をくすぐるみたいなね、おお、失礼、噛みました、はい、大丈夫ですね、はい、こういうのがございます、このね、はい、今でも
おもちゃみたいですけどね、なんかねこれね、あの我々の私らの感覚になりました。子供のおもちゃみたいなね感じですけど、これは子供のおもちゃでも何でもなくて、まあイタリアで実際に高級家具、高級家具、家具じゃないや、電化製品といいますか、はい、ですね。まあこういったデザインがこの当時は新しい未来フューチャー、なんですかね、レトロフューチャーみたいなねキーワードで語られていたようです。はい、まあね、はい、時代のこれですね、すごいですよねなんかこれは 何の椅子なんだろう、椅子でもこういうちょっと、わけわかんないところまで行っちゃってる感じなんですけどもね、はい、映画のセットかなみたいなね。でも当時は真面目にこういうのを追求してたようですが、真面目に追求していたのか、はい、まあ、この辺がちょっと戦争も終わり、結構60年代ですからね、世界も豊かになってきた頃ですかね、はい、まあ、こういうのが流行していたそうです。特にアメリカで、はい、アメリカの、どこだ、主にアメリカでこういう家具を作って、で、雑誌ですね、マガジンと、MoMA という、はい、近代美術館がこれを後押しして、この動きを後押ししてたということで、はい、こんなもありますねこれはもう映画の世界で、こんな昔の映画見たらこんな出てきますよねこんなところで昔の、何でしょう、金持ちはこういうところで生活、こんなプールで泳いでたりしてたんですかね、こういうのね、こんなカフェでこうくつろいだりしてたんですかね、とてもくつろげるような空間じゃないですけどね、はい、まあすごいですね。なんかちょっとある意味ここまで来ると、すごいですけどね、なんか欲望のデザインみたいな風に呼ばれてたりもします。でこの流れで見ると、この方も、理解できるんですね、岡本太郎さん、はい、岡本太郎さん の独特の形も実はこういった流れで、はい、当時の、背景から見ると何ら不自然ではなかったという、はい、気がします。はい、そうなるとこれですよね、岡本太郎さんといえば太陽の塔万博ですけれども、はい、万国博覧会というのが多分、モダニズムの最後の灯火だったのかなと思うんですけれども、はい、私ねちょうど万博の年に生まれたんですけれどもね、この年万博に実際行った人の話を聞きますと、この当時はまだ未来は明るいと思ってたと、で科学が世界を明るく、してくれるというのを本気で信じられたというふうに、というかそれを疑ってなかったというふうに言ってましたね。ですからね、新幹線も日本で言ったらね、新幹線も走り、ね、夢の超特急ですよね、そんなんが走ったりしましたし、まあ、万博なんかも、まあ、この辺の建築物なんかすごいですよね、バックフラワーのドームみたいなのも見えますし、はい、まあ、こういうレトロフューチャー、有機的なデザインみたいなのが当時のモダニズム建築の姿らしいです、はい、60年当時のね、はい、でそうそう、万博までは本当に人類の進歩と調和ですからね、はい、本当に明るい未来が信じられたというふうに私の上のお兄さん世代の人が言ってましたけれども、それがやっぱり、80年代でガラッと崩れてしまうわけですが、はい、そのなんか最後のモダニズムの最後の夢みたいなのがここの万博に、あるのかなというふうに思いますね。はい、サルルちゃん椅子です、はい、岡本太郎さんの椅子とかね、そして、でもう少しお話が続きますが、この当時アメリカがね、文化発信、都市としてニューヨークとかね、はい、世界の、まあ、資本主義社会の中心でありましたと。日本もすごく影響を受けました、はい、特にこの時代で、アドバタイジングと、ね、時代といいまして、まあ、ライフ誌というのがありますけど、これ写真と報道写真かなと、記事みたいなね、これが一世を風靡した。これとあとプレイボーイとかね、ありますね、ピンナップガールが表紙になってます、ああいったものであったり、これはね、ああでかいな、ハーパスバザーって言いまして、はい、ファッション誌ですね、はい、これに写ってる下の人がどうしてもマイケル・ジャクソンの見えるか元ネタなんだろうなと思うんですけどね、はい、まあ、こういった雑誌ですね、アメリカのデザインっていうのは基本的に、そういうミッドセンチュリーじゃないですけど、まあ、欲望を資本主義で快楽的な、お国柄っていうのもありまして、まあまあ、雑誌なんかでもね、とっても、
まあかっこいいんですよね。かっこいいんですけれどもすごくおしゃれで、はい、で魅力的だというのがね大きな特徴でございまして、それはアメリカ独特の、はい、デザインだったそうです。でそれに対しまして、ヨーロッパの方でまた違う流れがありまして、はい、実に、スイス派タイポグラフィーというんですけれども、はい、スイススタイルですね、はい、こういった、すごく禁欲的といいますか、はい、こういうデザインが、ヨーロッパの方で、生まれました。これも1950年代ぐらいの、話でございます。ヘルベチカというね有名な、フォントですね、これね、はい、この時代に、今はもう標準のゴシック体ですけれども、この標準のゴシック体が生まれたのが、まあ、この時代だったわけです、はい、でこれはね本当に、もうヘルベチカの話だけでまた1時間できるんですけれどもね、まあ、それぐらい美しいフォントなんですけれども、はい、まあ、それは今日さらっと言いまして、で、まあ、こういったヨーロッパもね、ヨーロッパでもこういう新しい動きが生まれてきておりまして、で特にスイスですねの 人たちは、レイアウトグリッドという、はい、グリッド式のレイアウトみたいなのを、考案してまして、はい、これが結構もう一つの流れですね。アメリカのそのかっこよくてスタイリッシュなデザインとはもう違うもう一つの流れとして、こういうのがヨーロッパ、国際タイポグラフィー様式というものが、はい、ございます。インターナショナルタイポグラフィースタイルという、はい、こういったものがありまして、これですね、もう単純な、構成だとしても右のようにね、しっかりした、一枚の、図案であってもこういうしっかりとした構造が隠されてるよみたいなね、はい、そうやって生み出されていく、はい、何でしょう、知的なデザインといいますかね、感覚で描くデザインじゃなくてきっちりこう計算して生み出されていくデザインみたいなね、はい、こういう、グリッドシステムっていうんですけどもね、情報をこのマス目にこう沿ってどんどん整理していくみたいなね考え方ですね。でこれで雑多な、情報をこう正確に綺麗に、はい、落とし込めるというようなねシステムを開発しました。スイスの、ですね、なんだタイポグラフ、イアン・スイフトじゃなくて、なんて人だったかな、あ、ミューラー・ブロックマンさんですね。こんな本がございますが、お、はい、で、まあ、結構イタリアのファンの、イタリアちゃうわ、アメリカとかね雑誌とは全然違いますよね。アメリカの雑誌は本当になんかまあ悪く言えば目立つようにみたいなね、目立ちゃいみたいなね、はい、まあ、美しくかっこよくみたいなね、結構感情的にデザインだとすれば、こちらはもうなんか本当に知性で理性で作っていくデザインみたいなね、はい、いうことでこれはすごく根強い人気がございます、はい、今でもね、はい、まあ、マニア向けなのかもしれないですけどね、はい、一時ウェブデザインが90年ぐらいにウェブデザインがバーってこう出てきた時にこのグリッドシステムはだいぶね注目されたことがあるんですけどね、はい、うん、はい、でこの流れで一つ面白い話を、面白いかなこんな本がありましてね、私結構お宝本を一つ持ってるんですけど、一つ二つ、はい、こういうのがありましてね、これはですね、おう、犬さんもうちょっと、おう、こういうのがございまして、はい、あ、もう少し寄せてもらってもいいですか、アップで、あ、カメラごと寄ってもらってもいいですか、ここからちょっといろいろ見せていきますので、これがですねこういう、はい、フォントのデジタルフォントっぽい、はい、カタログなんですけど、これフォントのカタログなんですね。なんかかっこいいでしょ、なんかかっこいいでしょ、はい、でこういうマス目に沿ってこうね、マス目に沿ってこうグリッドに沿ってこうアルファベットが再現されているというね、はい、これはまさに、モナリズム的な発想のフォントですの究極系です。ヘルベツカよりもさらに先を進んだものですが、はい、これ別に何も珍しくないよって思いますよね。今時ねコンピューターの、はい、テキストなんじゃないのっていうことなんです。そうなんですよね。ただこれ IBM さんが、はい、コンピューターフォントみたいなのをね最初に開発した、はい、
もののカタログなんですけれども、1967年です発行が。ということはコンピューターがなかったです。まだアップルも登場してないし、 IBM もねまだ開発中でこういうフォントを作ってたんですね。だからこれで学ぶべき、我々が学ぶべき教訓はですね、デジタルっていうのはコンピューターあってこういう形になったんじゃないんですよ。コンピューターの制約があってああいう形になったというよりも、コンピューターができる前にすでにこういう発想、いわゆるモダニズム的な発想があって先にできてるんですね、こっちが。はい、すごいですよね。わかりますかね。まあそういう、はい、お話なんですけど、もう一つあるんですけどね、これも、つまり当時のモダニストたちっていうのはもう頭の中がデジタルを先取り、コンピューターを先取りしてたといいますかね、まあ、彼らがコンピューターのあのフォーマットを作ったといっても過言ではないのかもしれません。これもフォントの見本帳なんですが、これが1969年のこれですよ。このクオリティですよ、アルファベット、はい、なかなかかっこいいでしょ。アップルもなければポストスクリプトもありません。はい、でね、私思うのはこのポストスクリプトっていうのはこういった人たちの夢だったんだろうなと思うんですよ。この、今日ね一生懸命モダニストの話をしてましたけれども、まあアップルが出て、アップルのマッキントッシュができてね、でと同時にアドビが今のね、まあ、大きな企業になりましたが、アドビがポストスクリプトという技術を開発して、まあ、レーザープリンターですけどね、最初はね Mac でこう描いた正確な、四角とか丸の形態を完璧にプリントアウトしてくれるというような夢の技術なんですね。でこれは何がすごいかというと、当時は今と違って何でもアナログだったわけですから、例えばこういうものを作ろうとしてもね、正確にこう色ベタ 100% でね、ムラなく 100% この色でっていう、でこの大きさでこのセンターにみたいな、そういう正確にするのってすごい手間暇がかかったわけですよ。なんせアナログですから、手作業ですからね。はい、それをそれがこう完璧にできるっていうのは多分こういうモダニストの夢だったんだろうなと思います。はい、だから夢のマシンだったわけですね、ポストスクリプトっていうのは。はい、そう思います。だからあれもこういう人たちがいた流れでできたもんだなというところが私の見解でございます。見解でございますという、ところですが、アドビシステムズが開発したポストスクリプトが登場したのは1984年のことでした。はい、ページ記述言語ですね。はい、イラストレーターのねあれですね、ベジェとかね、ベジェ曲線とかのああいうのはやっぱモダニストの夢だったんだろうなという気がいたします。はい、といった話をしているところではもうだいぶ経ちましたね。はい、すいません、今日はこんな話で、突っ切りますよ。はい、サルルちゃん、太陽の塔の本物はすごくいいね。はい、大阪です。またとかいろんなとこ行ってるね、サルルちゃんね。はい、ちょっと、忘れてました、ポストモデルの話ですが、はい、もう忘れてはないですけど、で、ミントセンチュリーモダンというのがだいたい60年代から盛り上がりまして、で70年代でモダニズムが終わると、まあ終わったというわけじゃないですけどもね、俗に言われてるのが80年代になりまして、モダニズムという、ものが、終焉終わりを迎えたというふうにね言われました。はい、でポストモダンという言葉がこの当時出てくるんですけれども、これはねモダンの後という意味ですね。ポストですからポストモダンということで、はい、でどういったものかと言いますと、要するにその近代主義から現代主義に、現代に、近代から現代に移り変わったのが大体80年代だなということになるんですけども、まあ、モダニズムというのがもう成り立たなくなったと、もう夢は終わったんだよということになったときに、そのいろんなこう反発が起きるわけですね、いろんな分野で。主に建築と哲学と思想、文学などで言われてたそうですが、はい、ですよね。私はこれはあまり詳しくないのでもうさらっとしか言えないんですけども、よく80年代ですね、私がまあ学生だった頃なんですけども、やっぱ美術系の学校に行ってたんですけどね、そうするとポストモダンってやったら建築系の人が言ってましてね、で当時はその何ていうんですかね、まあ、東京がバブルの時代、都会がね、まあまあすごく、まあ、いわゆるバブルの時代だ
ね、80年代ありましたから、なんかこういろんな変な建物がいっぱいあったんですよ。はい、あの建ててすぐ壊すような、はいね、あのバブリーな建物がありまして、あれはあの言ってみたらモダニズム建築っていうんですけれどもね、まあ、そういう捉え方すると失礼かもしれないんですけれども、まあ、日本は特になんかお金が、ね、あったんで、そういうのが好景気に支えられて、まあ、たくさんお金をかけてへんてこな建物いっぱい建ててたという、はいね、今思うとね、なんかね、まあ、そんな時代だったんですよね。でモダニズムのね、あれは無駄がなくて装飾のあるただの四角い箱っていうのがな建築ですから、コンクリートだけで作ったようなね、はい、まあ、あれじゃなくてもっとなんか手間暇かけてなんかいろんなことをやってたわけです。はい、まあ、そういうのがポストモダンというイメージかなと思うんですけどもね。で、まあ、これはあの好景気が終わったとともに、ガラッとなくなってしまいましたということで、なので、まあ、あまりポストモダンというのは言葉だけで、あまり何でしょう、様式としては、あまり残ってない気がするし、あまり面白くないので私も興味がありません。ズバリ興味がありませんということで、名前が分かりやすいんで使わせてもらってるだけなんですけどね。はい、でその代わりこの80年代以降を、先ほど紹介しました次の、ね、コーナーでサブカルチャーグラフィックスということで、はい、紹介していきたいなと思います。これですね。はい、です、まあね、まあ、その代わりといってなんですけど、大体80年代から、現代に至るまでのビジュアルの過程はこちらでご紹介したいかなと思います。これでも十分ね、面白いと思いますので、はい、というわけでちょっと一息入れさせてください。いいですか。いいですよね。はい、大丈夫ですね。はい、ですね、今日はあと現物、この後はちょっとリラックスして、はい、私がコレクションといいますか、まあ、いろんな本を皆さんにお見せしながら、あとは、まあ、友達にこんなんおもろいやろって見せるような感じでお話ししたいかなと思いますんで、ね、あとは気楽に聞いてください。はい、ね、なんかグラフィックに、興味がある方が、ね、いらっしゃれば結構面白いものになるんじゃないかなと思うんですけどね。はい、よろしいですかね。で、始めますけれども、あ、その前にあれかな、このサブでどういったものかと言いますとね、最初にですね、まあ、サブカルチャーと言いますかね、はい、まあ、主に音楽、私音楽が好きなんでどうしてもそっちに偏っちゃうんですけどもね、はい、まあ、音楽の流行がいろいろね、ありまして、でそれに関するね、まあ、例えば昔だったらレコードジャケットだったりとかね、まあ、CD パッケージに変わりましたけども、まあ、そういったものであったりとか、あとまあそういう音楽シーンを伝える、雑誌とかね、まあ、ファッションであったりとか、まあ、そういったものですよね。それがまあ時代を追って、まあ、いろんな変化を今までたどってきてまして、でその中でそのグラフィックデザイナーという人が結構花形の役割を果たしておりまして、はい、グラフィックデザイナーですね。はい、まあ主にポス昔だったらポスターだったり雑誌の紙面とかをねデザインしたりとかありますし、まあ、そういったところで名作がいろいろあるので、それをこっとざざっと俯瞰しながら、で時代とともにやっぱり変化していくわけです。はい、で、まあ、例えば最初はその、ね、レコードのジャケットとかを作っていた人たちがもっともっとこういろんな広がりを、ね、テクノロジーの進化とともにいろんな広がりを見せていくような様もご紹介できればなと思います。まあ、あともう一つ、世界の流行が日本に入ってきて、日本のグラフィックがちょっと、海外からの刺激を受けてこうなったよっていうのが最後に言えたらなと思いますので、大体こんなお話でございます。はい、であと何分かな、18分がちょっときついな、少し延長させてもらいます。はい、早く終わったら早く切れますんですみません。はい、ということで、でですね、まあ、最初はレコードジャケットからいきたいなと思うんですけどもね、はい、こういった、ジャズですね、これは。はい、まあまあ、出展はこういう12インチのギャラリーみたいな、はい、こんな雑誌があるんですけどもね、まあ、ここからちょっと抜いてるんですけども、まあ、いろんな昔のね、クラシックでもジャズでもなかなかかっこいい、ジャケットがねありまして、やっぱり音楽を聴く人はレコードジャケットも大事ですよね。ねえねえさんね、はい、うなずいてくれてますね。はい、
なんでなんかこの時代もね、例えば雑誌とかで、これなんかね活躍しているイラストレーターさんですね、アメリカン、マガジンでね活躍しているイラストレーターさん、昔はたくさんいらっしゃいまして、私結構好きなんですよこの人たち。はい、結構筆とかを一色でね線画でパッとかっこいいの描いたりするんで、私の墨絵の影響を受けてるの意外とこんなとこからだったりするんですけどね。はい、まあこんなビジュアルがあったりとかですね。であとですね、これはですねタイポグラフィーですね。はい、もうレコードのジャケットだけで十分アートというか絵ですよねっていう、はい、ものなんです。これはねボサノバですね。はい、結構ボサノバのね、ジャケットとかでこういうタイポグラフィーの名作があるんで結構好きでしたね。これも結構かっ、ね、かっこいいんですよ。なんていうんですかね、すごく禁欲的ですよねアルファベットってね。はい、でこういう構成を白と黒だけでバチッと決めてとか、なんかジャズっぽいですねすごくね。はい、これジャズかな、ジャズとかボサノバとかね、なんかこういうかっこいいジャケットがございます。そしてこれがですね1960年代になりますと、これねサイケデリックですね。はい、いわゆるこういう絵が一時流行ったんですよね。だいたい1960年代70年代のね、ヒッピーとかがねいた時代はこういったアートが世界を席巻したそうです。こうなんかトリップしそうなね、はい、サイケデリックの絵柄でございます。はい、レコードジャケットとかもこういうのがね、たくさんありました。でその中で有名なロックド、ビジュアルアーティストとかでね有名なところでまずパッと浮かぶのが、これはヒプノシスやったかな。はい、有名な、ピンク・フロイドの、一連のアートワークで、はい、有名でございますけれども、はい、こう、まあ、こんなこれ最初かもしれないですね。こういった、デザイナー集団の有名な、はい、ヒポノシスやったかな、有名なグループが出てきたというのはね。はい、あとちょっと紹介しきれませんでしたけれども、まあ、ロックでもねいろんな面白いジャケットもありますし、プログレとかもね結構、独特のイラストレーション展開がされてたような気がします。はい、おそれでですね、こっからはこっちかな。はい、でですね、でやっぱ音楽というのはすごく、まあそういった時代のなんか先端にこう触れられるというかね、まあそういう感覚も鋭い人が多いので面白いんですけど、80年代になりますとパンクニューウェーブというのがね起きまして、ロックではね、ニューウェーブ、という、音楽ジャンルがあるんですけどもね、はい、それまでの、ブリティッシュロックをこう、まあ、ちょっと否定してね、新しい流れだみたいなニューウェーブっていうのがあったんですが、あの辺で、活躍した、デザイナーがいらっしゃいましてね、ネビル・ブロディという、はい、方がいらっしゃるんですけども、これがねフェイスっていう、確かイギリスのそういうファッション雑誌ですけども、まあ、音楽シーンとファッションを伝えるみたいなね、ニューウェーブシーンの、まあ、そういったところで活躍されてたデザイナーさんがいるんですね。ネビル・ブロディってこの人も結構有名ですよね、その頃ので。私もちょうど仕事を、まあ、こういう世界に入っていろいろやり始めた時にこの人に出会いまして、でこの人がね90年代になりますと、マッキントッシュのアプリケーションに出会って、なんかいろんな実験をしだすんですね。でいち早くそういう、デジタルツールに、デジタルツールになんかいろんなことをやり始めた人ということで、この、作品集とかもすごい当時はセンセーショナルでしたけどね。はい、これ今で言ううおバリバリ、私もこの廉価版を買いましたゲットしましたけど、こう今で言うあれですよ、まあフォトショップのフィルターですよね。はいはい、今で言うフォトショップのフィルターなんですけどもね。はい、当時でもこれ見てた頃ってまだ 2.0 とか 3.0 とかですけどね、フォントが溶けるとかね。はい、だから今までの流れから考えられなかったような表現ができちゃったわけですね、パーソナルコンピューターのおかげで。自由に変形できるとか、こういう感じかな。これが結構と今は別に何でもないかもしれないですけど、当時は結構新鮮でして、うんっていう、はい、
イラストレーターとね、フォトショップの時代ですね。でこの人も、もともとはあのアナログでやってたと思うんですけども、いち早くこういう表現を、はい、されてまして、お新しいみたいな、ね、注目されておりました。はい。これもあの、フォトショップのなんか色加工みたいなのかな。はい。これなんかももろにベジェですよね。よいしょ。はい。ベジェの美しさなんか追求してるみたいなね。はい。イニーさんが食いついてます。はい、これが1990年代の作品かな、確か初頭ぐらいの、はい、こんなんね、かっこいいね。ちょっと今見る 今見るともうだいぶ古典的な気がしさえするんですけどもね、はい、でこの後にでちょうどこの頃の、雑誌がございましてね、デジタルグラフィックインターフェース、スタジオボイスという雑誌がありまして、当時の私の情報源でございました。はい、当時はね、みんな聞いてびっくりするなよ、インターネットなかったんやでなかったん、1990年代まだ、まああったんですけど、あったんです、いやまあまあね、あの一般人の手には届かなかったんです。インターネットがまあね、あの軍のねパソコン通信とかですよね。はい、私みたいなあのアナログな人間にはとても手の届かなかったですね。はい、ね、ネットがこう一般的になりつくなるのが、まあ、Windows95 の普及とともにぐらいね、 Mac で言うたら、あれ iMac じゃなくてその一つ前のやつね、まあ、あの時代からやっとなんで、当時はインターネットがなかったので、情報源は主に雑誌でした。はい、なのであの雑誌が今よりもすごく大事だったわけですね。はい、というわけで私も一生懸命スタジオボイス読んでまして、今これ休刊してるんですけれども、なんか最近スタジオボイスは復活して、その雑誌を読まない世代のためになんかやるよみたいなのを見たんですけどね。でこの1995年か特集でデジタルグラフィックインターフェースっていうのがありまして、ここで、これだな、ネベルブロディがネベルブロディ校のグラフィックデザインみたいなね、はい、こういうのが紹介されておりまして、まあ、有名なところでマルコム・ギャレット、イアン・スウィフト、はい、あこの有名かな、この辺は有名人ですね、イアン・スウィフトとかね、はい、これはアシッド・ジャズの、当時ね90年代アシッドジャズっていうのが流れがありまして、昔のジャズをこうリサンプリングして、再構築して新しいものを作り出そうみたいなね、はい、そういった、流れのをグラフィックで表現した人ですね。はい、あとは有名なとこ、あとこれトマトですね、ここで登場してますすでに、はい、トマトと言いますと、はい、アンダーワールドのジャケットなどを作ったことで有名ですが、はい、実はアンダーワールドのジャケット担当ではなくて、アンダーワールドはトマトの一員だったという、でトマトもアンダーワールドの一員みたいな、なんかそういう新しい形態のグループが出てきた頃なんですね、ロンドンで、はい、なんかすごい興味深い、当時すごく興味深かったですね。はい、サンプリングマシン登場以降の音楽ユニットに近いデザインアイデア集団ということで紹介されておりまして、かっけーみたいなね当時はい、当時あとこの時代はレイブカルチャーというのがありましたんでね、まあそういったビジュアルがどんどん出てきております。はい、レイブって言いますのはね、なんか、まあロックがちょっと元気がなくなったんですね90年代に。その代わりにその イギリスとかのね若い子たちは、その電気機器を持って倉庫とかね、田舎の方でパーティーを、自主開催のパーティーをして、なんかお金を集める大きな高い出演料を取ってね、大きなアーティストを見に行くっていうのはどうもつまらないみたいなね、そういう反動で、そういうの流れが生まれたそうですが、手作りでみんなで楽しむみたいなね、そういったパーティーのことです。はい、まあこれかな。はい、サラルちゃん、デザインの世界は理解できない、まあまあでも聞くだけでもね、なんか聞いてるだけでもなんかね、発見があるし、意外とそんな難しいものでもなくてね、身近なもんだよっていう風に感じてもらえたら嬉しいかな、先生は、先生ちゃん、強しは。グラフィックビート、
同じくグラフィックビート、これがこっちがさっき言った1993年スタジオボイス、はい、1993年でした。私この頃ちょうどこういうの一緒、なんかこういう情報がなかったんでね、貪るようにして見ておりましたが、はい、なんですよ、はい。で結構ねこの時の今と違って情報がねないんですよね、はい。レコードとかもね、輸入レコード屋さんに行かないとこういうのが手に入らないんで、なんか全然わからないで音だけ聞いてすごいいろんな想像を膨らまして楽しんでたんですけど、そういう時にジャケットってやっぱりね、独特のね世界観を伝えてきてくれるんで面白いなと思いますね。これがデザイナーズリパブリックですね。これが今回の目玉なんですけれどもね、デザイナーズリパブリックさん、この時代はまだ、こんな結構日本のアニメに影響、漫画とかね、影響を受けてこういうグラフィックワークをしてたと、なんかちょっとタツノコっぽいよなとか最初思ってたんですけどね、はい、感じがね、まあ、昔のアメリカのあれなのかな、アメリカン的なあれなのかな、あ、これイアン・シュフトさん、先ほどの、はい、よいしょ、もっと寄れるかな、オマーとかね、ヤングディサイプルズとか、結構僕好きだったんですね、この、トーキングラウドというなんでしょう、アシッドジャズのレーベルがありましてね、かっこいいですね、すごい音もかっこよかったけどね、はい、デザインランド、まあこんな感じかな。あとミーカンパニーもちょっと外せないですね。ミーカンパニーと言いまして、はい、まだこの頃はこういうおとなしい感じなんですけど、後にブレイクします、はい。この辺がブラーとか出てるから、90年代ですね、ロック、はい、とかとか。あ、そしてここですごい日本人が紹介されておりまして、コンテンポラリープロダクションですね、はい。これ主に日本のちょっとおしゃれでモードな感じのグラフィックを、提供して話題になってた人なんですけれども、プロダクションなんですけど、ピチカート5とか、フリッパーズギターとかね、オリジナルラブとか、いわゆる渋谷系と呼ばれる、はい、グループの、ビジュアルワークを全部担当された、はい、そういったプロダクションがありまして、まあ私もすごいかっこいいなと思って当時見ておりました。はい、すごくおしゃれですね、こういう、はい、こっちかな、うん、はい、東京クーレストコンポみたいなね、はい、右はミック板谷さんですね、はい。これが1993年の特集でございます、はい。でこのスタジオボイスというね雑誌がそうだったね、こういう例えば特集アシッドエイジとかね、はい、中開けるとこういう全部図録がかっこいい、結構ねスタイリッシュでしょ、雑誌がね、デザインがすごくかっこよかったんですよ。なんかこれがまさにこのかっこいいデザイン、スタイリッシュな、これが雑誌、マガジンの何でしょう、醍醐味ですよねっていう、はい。今はこういうのないのかな、なんか雑誌を読まなくなった世代っていう、ね、ネットが始まってこういうのはもうなくなっ、こういうメディアはなくなってしまったのかな。私ちょっと久しぶりに本棚から出してきたんですけど、こういう、系統だってたことをパラパラっと載ってまして、まあ結構悪い情報が、こういったなんですけど悪い情報が、はい、宇宙人じゃないですよ、はい、まあこれですね、こういう、はい、まあ、普通にしてたら触れることのないカルチャーの情報がドダドダドダッと載っておりましてね、はい、これね、はい、こんなんにほだされておしゃれな雑誌だねって、そうでしょ、うん、やっぱ雑誌はおしゃれでかっこよくてっていう、なんかそのパワーですよね。それでこうそういうのがすごかったですね、この時代は。今もあるのかな、あるのかな、これなんかこんなん見てジャケット見て聞いたら全然わけわからんかったって、うわー失敗したみたいな、でもしょうがないから聞いたら結構いいかもみたいなねそんなことしてたような気がします、
はい、はい、もう一つありますよ。ワイヤードですね。あ、IT ジャパン。もう一つはイギリスのそういうロンドンの熱気を伝える ID っていう、まあ、同じようなそういう、サブカルチャー雑誌があったんですけどもね。で、日本版も、まあ、すぐに休刊になっちゃったんですけど、出てあったんですよ。これが1991年の創刊号ですね、ID ジャパン。はい、そういえば、Vogue ジャパンというのができたんで、結構、だいぶ経ってからだったような気がしますね。そんな昔からあったわけじゃないですね、こういう ID で。表紙が、これはあれですね、キョンキョンですね。実は小泉京子さんですね。高花って書いてますけどね時代が上がってますけど、はい、これは結構すごいんじゃないかと思いますけどね。ちゃんとアートディレクションもテリー・ジョーンズっていうその ID の、編集アートディレクターがやってるというね。中身がなんかちょっともうだいぶ時代が勝って見えますけどね。よいしょよいしょ。はい、まあ、こういうの見てなんか時代の息吹を感じてたりしてたわけですが、それから雑誌ですね、完全に。キョンキョンですよ。はい、こんなね、90年代っぽいな。まあまあまあね、こういうのがあったり、あとこういうワイヤードという、これはですね、何ですよ、デジタル世代の、何だろうな、何て言ったらいいんやろ。要はワイヤードっていうのはまあサイトでも今残ってますけどね、雑誌として、これまあセガ帝国の逆襲みたいな書いてますけれども、まあまあビジネス一般的な情報を載せてるんですけど、やっぱこうね、アドバタイジングが独特といいますか、はい、こんな蛍光色バンバン使ってて、はい、読みにきいみたいな、目に優しくないみたいなね、はい、でもかっこよかったですよね。はい、主にこうデジタル関係のなんかのちょっとこう尖った情報が載ってたような気がします。はい、もうこんなデザイナー大変やろなと思って、これこんだけ凝ったこと毎回してたらね、こう載せ版とか ね。はい、でこういう雑誌を見てると、例えば裏表紙にこういうのがあるわけですね。かっこいい、これ何みたいな、よいしょ、もうちょっと寄せる、これ何みたいな、よいしょ、こんなビジュアルがあってね、すごい心惹かれてね。でここにアイコンが並んでたりするわけ。でアイコンっていうのは、まあ、サインであったありましたけど、こういうポップなおしゃれな使い方は初めて見ましたね、この時に私。はい、これは、ね、ニック・フィリップと言いまして、アメリカかな、H2O というファッションブランド、されている方 でこのビジュアル見てなんかおーっと心惹かれて、いろいろ調べてみると、まあこういう、はい、これはね、アメリカの西海岸かな、なんかイメージ的には、いわゆるこういう、アンビエントカルチャーみたいなね、また新しい動きがありまして、はい、まあ、こういう人たちからビジュアルメッセージが届いたりするわけです。はい、仏像といいますかね、なんかね、ニューエイジっていう言葉が90年代80年代になったんですけど、それがあの進化版みたいな感じですよね。はい、だからまあやっぱビジュアルで伝わってくるんですよね、何かこれは新しい面白いみたいな。でこういう音楽とかもね、一緒に聴くとなんか全然すごい世界が広がってるなみたいな。ちょっと時代が下るとさらにこういうね、はい、これは今もあるかもしれないですけど、これはもうニューエイジヒッピーがさらにこう進化していったような、ちょっとやばい感じがするけどね。はい、こういうね、はい、トランスですね、これはね、はい、
一時すごかったね。こういうもね、シーンも。トライバル。おう。まあ、ポップなマンダラっていうか、デジタル世代のマンダラっていうかね。はい。まあ、こういうのが、まあ、ビジュアルで伝わってくるわけですよ。はい。おお、派手感だ。そんな感じで、だから結構雑誌っていうのはね、あの文字を読まなくてもビジュアルでこうなんか新しいものがこう伝わってくるみたいなメディアだったわけですね。はい。だからね、ネットがなかった、今はあのやっぱネットが中心になるかなと。映像とかもね、あの発達したんで、映像から伝わってくる情報ってすごいたくさんありますしね、いいですよね。そして、あ、そう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 、レーガンを忘れてましたね。グランジもう一つ、あの最初にデイビッド・カーソンという、これも90年代かな、そのパソコンで、パソコンを使って綺麗に、モダニストみたいにこう綺麗に仕上げるんじゃなくて、むしろこう汚く仕上げるというか、意図的にあのダウンサイズするというかね、そういうビジュアルがすごく新鮮でした。なんか汚れてたりこう汚かったりみたいなね、それが新鮮でしたね。雑誌のビジュアル、何でしょう、雑誌のビジュアルデザインというか、アートディレクションなんですけどね、いいのもまあまあまあ、こういうね、はい、手書きじゃこんな風に出せないですね。はい。でもなんかいろいろこう荒々しく切って貼ったようなね、こういう、はい、もう例えば高画質じゃなくて、もうモザイクになって、低画質やからモザイクになってるとかね、はい、拡大しすぎてあれあれでわからないとかね、レイアウトがバラバラで汚いとかね、なんかなのにこうなんか独特の美しさがあるみたいなね。まあ、今で言ったらあのちょっと汚れたファッションみたいな、汚れファッションみたいなね。はい。よいしょ。確かサーフカルチャーだったかな、そんなんとも関係があったような気がします。デイビッド・カーソンっていうね、一時期その時代はなんか中二でしたね。映像とかも作ってはったんですけど、こう、これもかっこよかったんですよ。みんな真似しましたね。きっと。はい。先駆けですね。みんな真似しましたね、きっとこれ。はい。何ですか、タイポグラフィーとかでも、ものすごい数のタイプがガーって重なって、タイポグラフィーがね、いろんな情報がわーって重なって、もう読み切れないというかね、理解できないみたいな、はい。そういうスタイルですよね。綺麗に整理された情報が届くんじゃなくて、もうノイズですよね。そうだ、ノイズだな。はい。ノイズ表現っていうのがいいかもしれないですね。はい。これがでもなんか新鮮でしたね、すごく。ノイズです。はい。情報がぐわーってこう束になって襲いかかってくるみたいなね。はい。洪水、情報の洪水にまみれるみたいなね。はい。割と好きなんです私。はい。ちょうど分かりやすいないかなね。はい。はい、コメントありがとうございます。太郎はいいよね、元気出る。あ、岡本太郎さんのことですね。はい、コメントありがとうございます。ゆりアリスさんかな。はい。まだなんかね、私考えてみたら太陽の塔と同い年なんでね。そうなんですよ。どっちが先に倒れるかなみたいなね。それはないか。でもなんか特別思い入れがありますよね、やっぱり太陽の塔にはね。そして長い毎回長い話で申し訳ないですが、そしてあとはだいたい行きましたね、座布団も行った。でこのデザイナーズリパブリックの話をしましょうということで、こういう、先ほどのだいたい90年代になって、こういうノイジーな表現が結構主流になったというかね。で
割とあのナイキのコマーシャルとかこんな一時ありましたよね。90年代から2000年代かな、こういうの入りました。これはナイキかな、はい。こういうノイジーな、デジタルノイジーみたいな表現がすごく流行ったんですよね。だいたい2000年ぐらいかな、これは。おそらく。はい。だから、モダニズムから流れを考えてみると、感慨深いものがありますよね。はい。これがポストモダンだと思います。はい。綺麗で正確で平等に情報を伝えるっていうのが、まあ、理想だったわけですね。100年前のね。それが今やこういう、はい。ものに変化してきておりますということで、はい。まあ、グラフィックでポストモダンの、考え方とか感性が伝わればなと思うんですけれどもね、はい。こんなとかね、はい。なぜか心惹かれますよねって、わからないけど、はい。という、はい。でこういうのがあるんですけれども、これね、うん、こういうノイジーな表現がある中で。こうちょっとまだ目立った存在がありましてね、私がまあ特にそう思ってたんですけど、デザイナーズリパブリックというあの例のグループが結構ね面白くて、こういう彼らはノイジーですけども、なんかこうペタッとしてですね、フラットなんです、ある意味、はい。で漢字とか偽物の日本語とかが登場するから、結構日本オタクなのかな、日本オタクというか、まあ日本文化に詳しいのかな、好きなのかな、あのお菓子のパッケージとかね、おもちゃのパッケージとか、なんかそんなんをこう日本のね、そんなんをなんか参考にしてデザインを起こし、デザインというかグラフィックを起こしてるのかなみたいな、はい、印象があったんですけどね、最初の頃、はい。なんか海外 の, そのアーティストとかも日本の、日本で、ね、限らないのかもしれないけど、そういう昔のアメコミとかね、日本そういう漫画キャラクターに置き換えたりとかするような、はい、スタイルがあったんですけど、彼らが結構ある意味時代の先駆けだったのかなということで、後にすごいあのフォロワーがたくさん生まれました。ノイジーな表現からまた新しい段階へっていう話ですね。ちょうどいいのがこのデザイナーズリパブリックのアートワークで一番私が持ってるかっこいい本ですが、はい、これもお宝本かもしれない、こういうね、ちょっとこのファッションがボンデージっていうのがもうその時代っぽいですけどね、そのぐらいの時代でしょう、何年かな、こういうね、こういう、はい。まあ結構影響をたくさんの人に与えてましたね、この人は、このグループ、この方は、もともとロンドンのそういうグラフィックデザイン集団で、もともと先ほどのニック・フィリップさんが在籍していたみたいな話もあるけど、デザイン集団ですよね、はい。まさにこうイギリスのカルチャーにこう深く根ざしたグラフィッカーという感じですが、グラフィッカーなんていう造語ができたりしたんですよね、そういえば。こういうね、はい、こういうね、はい。でサインとかね、そんなのをシステムが、あとすごくフラットなところが感覚が気に入りましてたら、気に入ってたんです。それが多分日本人にすごく受けたのかなという気がいたしまして。で、こういう、よいしょ。これはだもうちょっと2000年以降なんで、まあ2000年なのかな。だいぶ時代が下ってきまして、こういう形になりました。はい、デザイナーズリパブリックの仕事ですが、ますますフラット感が増して、はい、なんかノイジーな感じがなくなってきてこうすっきりしてくるんですよね、一色だけとか、なかなかかっこいいでしょう、はい。まあ、情報自体はかなりノイジーではあるんですけれども、表現がね、なんかすごくフラットになってきてるところが面白いなとか思ってたら、これのが多分日本人にすごく受けたんだろうなという気がして、このデザリパさんにのアートワークに影響を受けた若いグラフィッカーっていうのがすごく日本で登場してまいりまして、はい、一番有名なところでこういう粘土グラフィックスさんっていうね、ゲームとかのアイコンですね、これね、はい、よいしょ、
見えるかな。はい、手がだるくなってきたと。あとこういうね、おそらくガンダムっぽいCG とかね、よいしょ、手がちょっとだるくなってきた、頑張れもうちょっとや。なんかCG コンピューターグラフィックスのなんか表現でも、うん、なんかこうスペースね、宇宙っぽいというか宇宙戦艦っぽいというか、はい、ホワイトベースかみたいなね、はい、こういうこういう、はい。でも実際日本のそのガレージキットとかね、ああいうガンダムとかプラモデルがヨーロッパで輸出されて、そういうのがここに影響しているのかなみたいな風に想像してたんですけどね、はい、やっぱりテイストは入ってるよなっていう気がします。あるいはオリジナルがまたどっか別のところになるのかもしれないですけどね、はい。で、あ、そうそう、日本の作家だ、日本のグラフィッカーが、まあ、例えばこれは迷彩ですね、迷彩迷彩表現、こんなフラットだったりとかね、よいしょ、うん、なんか多分日本人好みなのかなというこのフラットっていうのがね、はい、村上隆さんのスーパーフラットっていう話もありましたけれども、やっぱこうアニメーションとか、結局アニメーションとか浮世絵とかのね、遺伝子がここに、文化遺伝子が生きてるのかなみたいなね、はい、うん、やっぱ西洋人的な陰影のあるね、ノイジーな表現よりはこういう明快でフラットな表現をやっぱり日本人は好むのかなというところで、このゆるキャラとかもね、はいはい、そんな感性の、揺り戻しがありまして、あ、これミーカンパニーですね、はい、先ほどのなんだ、アーティストの誰だっけ、ビョークか、ビョークのアートワークですごくブレイクしまして、はい、すごくかっこいいんですよ。コンピューターグラフィックスをなんか再現まで使って有機的な表現をするという、はい、かっこよかったですね、めちゃくちゃ。これはゲームですね、はい、懐かしいかもしれない、よいしょ、はい、おう、な、ビョークですね、はい、コンピューターグラフィックスね、はい、で日本の綺麗よね、めちゃくちゃ。なんか自然の世界をコンピューターで再現してる、コンピューターで再現してるみたいなね、よいしょ、美しいです。そしてさらなるフラットな表現が、おう、こういうのが流行ります。これが2001年か、 NDN、はい、こういう NDN、はい、こういうまたこれは特化した雑誌なんですけどもね、うん、大阪のグラフィックですね、はい、懐かしい。SF ですよね、完全にでも建築とかの流れで出てきてるのかな、これは、はい、これなんかなんかライディーンにしか見えないんですけどねっていう、はい、これとか、これとかね、任天堂 T シャツみたいなね、はい、こういうロゴとかね、
結構かっこいいロゴとか入りましたよねって、ゲームとかのジャンル、ゲームとかのジャンル特にこういうのが受け入れられたのかなと思いますけれども、あとファッションとかね、一部のそういう、テクノ系のファッションとかね、ではこういうグラフィックが定着しました。なんか大元の、モダニズムの頃から比べるとだいぶ下って、はい、いろんな形を変えて現代のサブカルチャーに来ているというような流れの話でございます。今日はこれとか日本っぽいね、これも多分ゲームの広告かなのかなと思うんですけど、というわけで、そういう、海外のグラフィックの影響を受けた若いデザイナーたちが、まあ、仕事で活躍するジャンルっていうのが多分これがやっと現代にたどり着いたわけですが、こういう漫画とかアニメとかね、今のサブカルチャーのところにもすごく影響が来てるのかなと思うので、こういう、はい、すごいですね、二次元美少女のためのプニプニオーブンフォントとか書いてますけどこういう風になっていくわけだ、はい、これも同じアイデア誌ですけどね、これが一番新しい今の潮流になるのかな、はい、これ同じ雑誌なんですよ、アイデアっていうこういう専門のデザイン誌なんですけどね、はい、やっぱ2000年代はこういう、はい、こういうグラフィックを取り上げてたのが、こんな特集をね出すようになりましたのかなと思うんですけども、まあ、だいぶこういうところに流れてきてるんだなっていう気がしますね。なんかあるかな、パッケージもね昔と比べておしゃれでスタイリッシュですが、はい、でやっぱりフラットっていうところがね合うんでしょうね、日本人の気質に。アニメーションもアニメもすごく基本フラットですもんね。フラットっていうのはつまり軽くて何でしょうね、フラット、まあ均一で軽くてみたいな感覚かな、やっぱ浮世絵っぽいっていう感じかな、はい、どうもはい、ということで長い長いお話ですが、まあこれからどういう風になっていくんだろうということで、はい、これがポストモダンだという、日本のポストモダンだよということでまとめちゃうと、また誰かに怒られそうなんで、ごくごく一部です、はい、私が狭い興味で見ているごくごく一部の世界を切り取って紹介してるんで、これが全てではございませんという最後の弱気な発言をして終わりましょうかね、はいということでございます。流れてるかな、はい、どうもありがとうございました。じゃあこのまま、はいはい、サルルちゃんコメントありがとうございます。私は太陽の塔のこと初めて知ったのは、太陽君は太陽の塔の前の写真からかなと。あ、そうなんだ、そうか、あれがきっかけだったんだね、うん、ぴったりやもんね、太陽くんね、はい、その後ずっと見たくて見に行ったのかな、はい、はい、まあこんな地味な放送に、まあ今日もたくさんの方が来ていただきましてありがとうございます。でもなかなか普段、まあ私のフィルターがかかってるとはいえ、なかなか手に入らないつか見ることのない情報ではなかったかなと思うんですけどもね、はい、まあたまにはこんな放送もいいじゃないですか。というところで終わりたいと思いますが、8本あるしね、途中で切るのももったいないし、どうしましょう、乾さん登場します？はい、ありがとうございますすいません、いつもこんな振りで、はい、まあでもちょっと8本あるんで少しお話でも、はい、よろしくお願いします。ちょっと、ちょっとまた場面転換いたしますね。どうもありがとう、ご清聴ありがとうございました。ウォーー
はい、はい、ロング放送どうもありがとうございました。はい、タンタンタン、毎週のごとく終わる頃に登場、はい、モル君に登場、はい、で画面は獅子舞、はい、ですがちょっと今日は申し訳ないですが、ネタがありません。先週のこれぐらいしか、はい、はい、先週の、先週の、先週のちょっと新しいのは今日ちょっと用意できなかったんで、もう一回出しますけれども、はい、なかなか声かけてるんじゃないですか、はい、と思って、うんうん、なかなか、はい、ね、これカンフーですよ、まあ、見たわかると思いますけど、見たわかると思いますけどね、見たらわかりますよね、はい、はい、ですね、まあ今日でもあれですよ、獅子舞に似たのはいいんですけど、いやいやいや、はい、まあまあ、あのオープニングの、オープニングのね、はい、あのムービー、はい、結構、はい、かなりツボでした、ね、あ、まあ、ありがとうございます、うん、あの元ネタが一発で割れてしまう、そうそう、私の 、はい、目と耳は騙せないって、まあ、そりゃそうです、本職ですよ、つか、私は全部あれなんです、切り張りしてるだけなんで、コラージュしてるだけなんで、ものすごいアナログなことしてる、うん、はい、でもなんか懐かしいから、あの一時ね、はい、アンダーワールドにハマってて、はい、行っちゃいましたね、行っちゃいましたね、行っちゃいましたね、ちょっと映っちゃってください、行っちゃいましたね、カメラ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 、はい、センター、あれか、その本、ギャッと、ギャッとやっていいんだよ、ギャギャッとやっていいんだよ、はい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 、おさるるちゃん、行っちゃいましたね、はい、はい、あ、商材、あ、そうか、そうか、選手見てなかったんですね、え、あ、もう一回出します、はい、ごめんなさい、これね、はいはい、画面変えたら消えちゃうんですけど、あ、これね、先週見てなかったのかな、これあの漢字を合わせて、そう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 、やつですよね、はい、よいしょ、ね、おお、あれですね、中国の組漢字って言うんかな、なんていうか分からへんけど、はい、ちゃんと商材、うん、はい、財を招いて、うん、財産を、まあ、財産を築くぞ、金持ちになるぞみたいなね、そういう幸福のシンボルの感じらしいですけどね、うん、確かに日本ではないですよね、こういう形でもね、うん、そうですよね、はい、面白いなと思いました、ね、知ってるようで知らない、ね、はい、こういうね、はい、はい、でアンダーワールドの、はい、どこ行ってあ、アンダーワールド、はい、あ、なんかコメントがありがとうございました、なになになに、面白かったです、ありがとうございますって、私が喋ってたわけじゃないですね、なんだろう、なんか私の今日のネタに対してのコメントだと嬉しいな、面白かったです、うんうん、はい、いや面白かったですよ、映像お話、まあ、映像もそうですよ、話も、あ、ありがとうございます、はい、うんうん、何回もリピート、うん、はい、なんかでもあれですよね、80年代、まあ、90年代、はい、あたりっていうのは、まあ、音楽もそう、はい、すごい音楽もちょうど私が学生、はい、専門学校に行ってた時は93年とか、はい、95年ぐらいじゃないですか、うんうん、はい、あの自分ってすごい、だから音楽の世界でもそうなんですけど、すごいこう、まあ、ファッションであったりとかビジュアル面とか、はい、そういうのをすごい音だけじゃなくて、うん、そうですね、ビジュアルとかでもこう表現してる、そう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 ね、時代でね、うん、で、まあその、なんだろう、音楽もそうなら一つ、はい、まあエンターテインメントって言って、はい、やっぱりね、あのアンダーワールドとかね、あの辺のそのライブのエンターテインメントが、はい、やっぱりね、うん、注目してました、当時は、ね、ハマってましたね、ハマってました、はい、うん、はい、そうですね、でもやっぱりあれですよね、ああいうステージとかがエンターテインメントっていうか、はい、そういうショーという見せ方をね、うん、はい、やっぱりこう、まあ、教えられたっていうか、はい、やっぱりこの小室さん、TM ネットワーク、はい、やっぱりそこがアイドルというか、ね、いいんですかね、はい、うん、はい、はい、私は今回あれでしたけどね、まあ、私は全部元ネタがあるパルタでしたので、まあ、余興ですけどね、はいはい、うん、この番組のための余興でやってるだけなんですが、うん、なんか凝り出したらいろいろできて面白くなってきたので、
なんかやめられなくなっちゃってるんですよ。でも全然クオリティが高いと思います。頑張りますよ、そんな、ね、はい、ヒーヒーながら今日もね、ギリギリ今日遅れてきちゃってあれ直前までやってたんですよ。直前までやっとできたって飛んできたんです。あ、はい、最後映像つけまでね、音のコラージュだけでやっぱ2日3日かかっちゃいましたね。まだ全然その辺が素人なんで。そうそう、はい、コラージュって、まあ、音もそうなんですけど、はい、これも結構やっぱり流行りましたっていうか、うん、そうそうそう、90年代で特にそういう、ね、はい、うん、サンプリングの、ね、時代だったんで、私もあれの頃にちょっと昔撮った絹塚でちょっと思い出しながら楽しんで作っております。もうなんかこう最高値、はい、あるもの、はい、過去の1本切っちゃいました。いいですか、切っちゃった、1本切っちゃいました。もう終わっちゃいそうなの、手短に、はい、いいですよ、大丈夫ですか。いえいえ、過去のね、はい、そうそう、過去の、はい、をこう、はい、また再構築する、まあリミックスとか、うん、ね、はい、まあね、こう、そうです、そういう時代でした ね、はい、うん、またその話もね、1時間やりたいと思ってます、うん、はい、で、サルちゃんありがとう、はい、はい、4文字で作る文字、はい、あ、そういうことなんです ね、また詳しい話また教えてください、うん、ですね、サルちゃんだってコメントしますよ。というわけで、あと15秒になりましたので、皆さん今週も、はい、楽しい1週間をお過ごしください、ね、はい、は、ブルーマンデーはハッピーマンデー、はい、かやめつよし来週もまたよろしく、バイニーバイね。はい、じゃあ、ニコニコ生放送の皆さんありがとうございました、はい、そして、おお、はいはいはい、ありがとうございます。今日ね、いつも通り来ていただいて、まあ最後サルですね、はい、結構ね、はい、サルちゃんありがとうございました。ご視聴いただいた皆さんどうもありがとうございました、はい、はいはい、まあまあ、はい、はい、犬井さんの笑い声怖いって怖かったいや、そんなことない、あ、そんな別に、はい、ではでは、皆さん、このハッピーな音でね、はい、ハッピーな音で終わっちゃいました、終わっちゃいました、はい、終わっちゃいました、じゃあねー、バイバイ、バイバイ、また来週お会いしましょう。あ、来週はね、来週は何しようかな、一応考えてはいるんですけど実現できるかどうかがあるので、また、はい、バイバイと言っときながら、ごめんなさい、さよならー、だねー、音も終わっちゃったしね、はい、はい、じゃあこれで、はい、終わります。さよなら、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 面白かったですね。さよなら、さよなら、さよなら。